こんにちは。12月28日月曜日でございます。平山茂と申します。私今からですね、東京から名古屋に引っ越すということで、今からですねちょっと車に荷物を積み込みしたいと思います。ただ一通り、まあ、朝からもうずっとまとめてたんですけども、乗らない可能性がある。まあでもとりあえずですねちょっと頑張って積み込みたいと思います。ちょっと積み込みの様子もねちょっと動画に収めていけたらいいなと思っております。今日はこんな感じでいきたいと思います。大丈夫ですよ。大丈夫。お仕事今日今ねされてる方頑張りましょう。怪我とかねないように行きましょうね。年末ですから楽しみながらやっちゃいましょう。ということで、作業開始といきます。よしやりますか。厳しいな。リアルに。また このスペースしかないんだよね。まずいな。よし、まあ、頑張りましょう。2時25分、積み込み完了。積み込めた。いや終わった。無事に。あ、これが最後。これが最後です。これで
これで完璧です。もう声の響きが全然違いますね。いやー、終わりました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 。いやー、よかった。いやー、ギリ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 積み込めました。うん、本当にもう何もないです。何もありません。何にも、トイレも、あとはもう本当に戸締まりして、お風呂も OK、 戸締まりして、あ、掃除機、あとは掃除機、掃除機、掃除機積んで終了。うん、大ピンチ。家の鍵がありません。どこかの荷物に紛れ込ませて入れちゃったんだよな。探せるか。とりあえずね、家の中にはないんですよ。荷物にまとめたんで。よし、じゃあまあとりあえず完璧に終わったんで、電気を消してブレーカーも落としちゃいます。これ落としときゃいいよね。全部切った方がいいんですか。もういいか。とりあえずこれ切りました。やばい、鍵探さないと鍵閉めれないし、車も乗れない。マジか。まあ探すしかないんでね。大丈夫だよ、大丈夫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 。探すだけ、鍵を探すだけ。頑張る。ありました。4年間ありがとうございました。4年間ありがとうございました。名古屋に帰ります。今ですね、アパートの鍵を不動産屋さんにですね、郵便局から送るという最後の大事な作業が終わりました。そして今から名古屋に向けて帰ります。現在時刻15時5分、3時5分でございます。まあちょっとね、ギリギリ本当にもうパンパンでかなり重たい状態なので、まあ高速で帰るんですけど、もうゆっくり東名で帰ります。もうゆっくりゆっくり帰ります。まあ夜9時10時ぐらいにね、名古屋に着いたらいいなと思っております。いやー、大丈夫だった、よかった。大丈夫だよ、大丈夫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 。いやー、思ったより時間かかったし、ちょっと本当にヒヤヒヤしました。東京ありがとうございました。東京ありがとうございました。いっぱい遊びに来てやる。東京の皆さん、仲良くしていただいた、皆さん、また
遊びに来ますので、その時はよろしくお願いいたします。すぐ来るかもしれない。東京遊びに来ますから、本当にまた遊んでください。懲りずによろしくお願いいたします。そして本当にありがとうございました。寂しい。悲しい。ということでね、明日からは名古屋のしげるになります。本当に明日以降もまたよろしくお願いいたします。毎日大丈夫だよって言い続けます。ではまた明日会いましょう。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。